ゆきです。めいです。ななです。キママにクイズです。今日は声ちっちゃ。声ちっちゃ。声ちっちゃ。はい、し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 。今日の。今日の。はい、黙れ。いいよ。言っていいよ。言っていいよ。今日の動画は。やばい、ややっこ選手権、イエーイイエーイ、メイ持ち込み企画、イエーイ、メイ持ち込み企画。はい、今から一人ずつ冷ややっこのアレンジを作って、で2人に採点をしてもらいます。見た目5点満点中何点か、味5点満点中何点かの10点満点中何ポイント獲得したかで勝敗を決めていきたいと思います。はい、それではやっていきましょう。ではゆうきがやっていきます。なんで切りづらいんだけど、大笑いされてる。 Oh my gosh、 マジ切りづらいよ、やばい。だから言ったじゃん、まな板大きいのがいいって。じゃあこれうちさ、包丁全体的に言う小さいかと思う。そう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 、どっちかなんだよ。ダイエットご飯、こちらになります。はい、まずやっていきたいと思います。基本まず言いたいのは、初めに私冷ややっこ食べないんですよ、ガチで。てか食べるとしても冷ややっこと言わない、マジで豆腐に醤油かけて食べる、ネギ刻んで食べるくらい、醤油かけて食べる、ネギ刻んで食べるくらいなんで、冷ややこ選手権、オープニングでは強気に言いましたが、勝つ気ゼロです。本当に、勝負、得意分野じゃなさすぎる。この包丁に関しては、本当に。小学校とか中学校ぐらいからちょっと家にあるやつで、こう盗聴時とかも使ってない、なかったんで、永遠に小学校レベルの切れ味なんで、こっちを動かすっていう。こっちじゃなくてこっちを動かしとるっていう。わーお方法でいつも切ってます。全部言うはおかしい。全部言うはおかしい。おかしい。シンプルイズザベスト、こんな感じです。はい、キュウリを切っていきます。メインの爪やんってことで、もう一回やる、うん、ごめん。で、できたのが、できたのが、こちらになりまーす。タレは上何かかってるの？あ、こちらはめんつゆだけでーす。はーい。はーい。実食していきたいと思います。はい。いただきます。
で、これみんなおのおの食べた後に採点していきますので、ぜひ揚げと豆腐と一緒に食べてください。きゅうどん、うどんだ、たぬきうどん。うん、たぬきうどんだ。名前はたぬきやっこです。うまい。うどんだ。うちがよくやる納豆、キムチ納豆卵かけご飯にアボカド加わったやつ、これ。キムチやっこ。遅っ。え、今日切り染めだからね。いきますか。待って待って。あ！め。スタミナ満点冷ややっこ。さあ、どうぞ。せーの。六、七。おお。ってことは何点？13点です。じゃあ1個で美味しいんだけど、あのよくあるだ感じだなって思った。サンディさんヒヒベースにした私は、はい、あのじゃあ刺激が欲しかったの私は、勇気からベースでうまいじゃん、だから3にしちゃった。そう、いや、うちは豆腐にアボカドっていう発想が高評価なので味は5点、はい、だ見た目はちょっと2点。見た目はそう、でもしょうがないなって思って、その3人したら何かグロくないじゃんっていう、味も何か豆腐ベースっていうかもうキムチ味、納豆味みたいな感じだったけど、まあ、結果になります。13点です。はい、はい、これ私 最初が良かったな、見つけられるの。さあどうにでもなるじゃん。これちゃんと理由も踏まえてってことね、うん、すごい絶対低い評価の時のさ保険かけてたね。シンプルイズザベスト、どうぞ。はい、お、あ、お、お、一緒、あ、これ一緒だね、一。ノーノーノー、言うから言う、いいよ、いいよ。シンプルイズザベスト、なんか味がちょっと自分の好みでもなんか、わーお感じだった。なんかちょっと混ぜすぎちゃったのかな、うん、なんかめんつゆとごま油かポン酢とごま油にした方が良かったのかな。でなんか味の感じがよく分かんなくなっちゃった感じがして1です。見た目はなんかそのナナが今題名でつけたようにシンプルイズザベスト、あの冷ややっこアレンジ選手権だから、その冷ややっこがちゃんと見えてて良かったと思います。よくて、よくてさ、はい、ベースやん。でもなんか色味がちょっと白っぽくすぎちゃったから、アレンジではない気がするからさの高級店です。はい、はい、あ、混ぜすぎ。じゃあネギが辛すぎた。辛すぎたっていう。まあ見た目は、まあ、普通すぎた。なんか冷ややっこっていうなんかそのイメージ通りだったんで、ちょっと2点ということで、合計が7点。あ、もう7度。7度。全然嬉しくないけど。題名、夏に食べたいなたぬきやっこ。冬バージョン作ってほしかったね。あ、それはごめんなさい。いいよ、はいはい、じゃん。お、一緒だ。一緒じゃん。あ、一緒です。味に関しては普通にうまかったけど、シンプルでびっくりしたっていうのがある。あ、思ったより美味しい、めっちゃ美味しかったけど、なんかびっくり
させると思ってたの。チンプルリウマ。一緒じゃん。チンプルリウマ。ユウの時もそう。ユウの時もそう。なんかじゃあ、あの、シンプルにあの、うどん食べてる気分になった。で、しかも、あの、メイだから冬バージョンだと思ったの。夏に食べたいやんっていうので、あの、よ。そう。で、見た目は普通に良かったし、でもなんかあの、お花とかをつけてくると思うの。え、これ冷やっこみたいな。そんなことしないの。もう。だから、あの、44で8です。はい、はい、ありがとうございます。この、たぬき冷やっこ、ユウも自分でよく食べるんで、これ。で、ユウも迷ったんだよね。そっちにするか、あれにするか。で、まあ、ユウもこれ好きなんで、味はこうです。ありがとうございます。でもなんか、ユウは見た目的に、あいつのがインパクトがあるから、あっちにしたのね。うんうんうん。あ、決めても。あ、そうそうそう。なので、見た目は3です。はい。ちょっとシンプルすぎるのかなっていうので。で、8です。はい。ありがとうございます。はい。で、トータルが、メイが16、ユウキが13、うん、私が7。イエーイ。この2人のベロが似てて私のベロはマジで違うで自覚はあるから全然あの確かにそうだね、まあ、悔しくないです負け惜しみじゃないですでもベースで普通に2人の方がうまかったのはあの自覚あるんで全然あの負けて大丈夫です。はい、まあそんな奈々さんに今回この冷ややこアレンジ選手権罰ゲームがご用意されてるみたいですけれども、はい、こちらの罰ゲーム内容をお願いしていただいてもよろしいでしょうか。はい、ナナの罰ゲームは1週間冷ややっこ生活です。一発ゲームが楽なんよ絶対楽だよね。一発ゲームしとく。いや、冷ややっこを毎日インスタのストーリーに上げるのでフォローお願いします。ってことでナナのストーリーに上がるかもしれないのでチェックお願いします。今日の動画も見てくれてありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。